い、どうも、こんにちはでございます。こんにちはでございます。まあね、ちょっといろいろ買ってきたんで、半額、またこれで一杯やろうっていう話でございますね。はい、一口イカ、磯辺フライ、半額。これ、王様の王将、ニラまんじゅう。これ、どっかで一回紹介したような気がするけどね。ニラまん、あ、ニラまん、ニラまん、ほい、ほい、ほい、あ、ニラまんじゅうですね。あと、これは、70円で、これだけ入って70円の白菜ですね。あと、ホイコーロー焼きそば。こんな感じで買ってきたんで、適当に一杯やります。全部食うかではわかんないです。それでですね、あれ、お箸がないの？お箸が。お箸がね、ちょっと待ってね。それでね、どうするかなんですが、これはちょっと食ってみようか。なんかこれ紹介した記憶もあるんだけど、これね、レンチンした方が絶対美味しいです。これはレンチンです。よいしょ。うん。あとこれちくわ磯辺揚げ1本、これもレンチンですね。はい、これあとはいいか。よし、それでおつまみの主力はやっぱこれなんだよね。これ早く食わないとさ、これ何日か前に作ったんだ、買ったんだ。おーっと、汁がすげえ沸いちゃった。誰これ、汁が、あー、柚子風味の汁がすげえ、あーすげえ、あーあー、タレすげえな、うわ、液体の垂れ方がすげえじゃんこれ、うわー、これすげえな、うわ、ちょっと余裕、切ってこう、すごい、漬物のね、この柚子風味のね、汁がすごくて、まあこの汁自体も実は結構、わ、まだ出るよ、うん、よし、いいでしょ、うん、いや、すげー汁がよ、うん、ベチャベチャうん、でね、うん、足りねえな、うん、うん、いや、びっくりした、ベチャベチャ、この辺がうん、まあ、おしんこでございますね、おしんこね、こういうおしんこはね、やっぱね、でもね、大事なんだよ、うん、うん、よし、うん、おしんこ食うぞ、おしんこ、うん、お、しんこ、あーし、うん、うん、うん、おしんこ食うならやっぱご飯食わなきゃダメだよな。よし、こっち食おう、うん、ね、うん、よし、はい、ふっくら焼き鮭ご飯ふっくら焼き鮭ご飯149円、こんなん買った、こっち食おう、よし、で、こっちはどうしようかね、レンチンしちゃったな、うん、まあいいや、とりあえず食うんだったら食おう、よし、あっちゃっちゃっちゃ、あっちゃっちゃっちゃ、あっちゃっ、あっちゃ、じゃあこの焼き鮭ご飯をちょっとこっちレンチン出して、うん、おー、びっくりした、こんな汁が出るとは思わなかった、本当に、うん、焦ってしまいま、あ、うん、あれ、うん、うん、あー、びっくりした、70円のおしんこでこんな量があるんだよまあ定価はね300円ぐらいなんですけど、どんどん値引きされまして、最終的に70円になったところで私が買いました。うん、うん、うん、それでね、もうなんか飲もうってことで、はい、これね、ノンアルコールビールです。もうね、なんかね、いろいろね、酒飲んで、お酒復活したんだけど、なんかすごい酒弱くなっててね、なんか酒飲むのがしんどくなってきたはっきり言って、めちゃくちゃ酒弱くなってさ、なんか酒飲むのがしんどくなったし、うん、なんか無理して酒って飲むんじゃないじゃん、そもそも、うん、だからあんまり、うん、ちょっと、じゃあこれちょっと、なん、ニラまんじゅう、はあ、うん、
ちょっと待って、うん、よしよしよし、うんうん、なあ、もうあんまね、無理して飲むのはやめた。うんうん。で、まあこれ、うん、ふっくら、うんうんうん、ふっくら焼きサバご飯だな、これね。あれだな、多分あの寿司太郎のさ、朝焼け、朝焼けじゃねえ、朝食メニュー、朝食メニューにさ、なんかさ、サバご飯っちゅうのがあるんだよ。うん、でそれじゃねえ、これ、うん、似てるよね。うん、同じじゃないこれ。うん、基本的に上に乗ってんの、あ、同じですね、これ寿司太郎だ。うん、寿司太郎じゃない、ゆで太郎ごめん、じゃ寿司太郎はあれだよ、翼の塔とか小吉さんと喧嘩してる人だよ。うん、これはね、うん、おしんこうめえな、しかし、うんうん、まさにこれですね。なんか、あ、これも美味しいね。なんかもともとご飯に色がついてません、うん、うんうんうん、ご飯を炊くときにね、だしを絡めてますね。うんうん、これはうまいではないか。いや、これうまいな、これ新メニューだよな。ふっくら鮭、じゃあ、ふっくら焼き、うん、ふっくら焼きサバご飯ってやつですね。これ美味しいな、また、うん、半額だったら買っとこよう。うん、半額だったらね。うんうんうん、私が定価で物を買うのは基本的に緊急事態の時だけですから。ただね、やっぱね、もうあれはしょうがないよね、チェーン店のさ、うん、カツ屋とかさ、うん、吉野家とかすき家とか、ああいうとこでは永久に半額にならないんで、あれはまあ定価で買ってくるしかないですけどね。うん、相変わらずカツ屋の動画まずはとか書かれるんだけどさ、コメント欄に。うん、もうちょっと涼しくなったらやろう、カツ屋また。うん、でもね、正直言いましょう、うん、僕はね、カツ屋よりもね、松根屋の方が好きです。うん、僕は。うん、じゃあなんで松根屋の動画撮らないかって言ったら、味噌汁が飲みたいからです。うん、松屋はですね、松屋は全ての定食に味噌汁がつくんだけど、テイクアウトするとつかなくなります。うん、で、カツラ屋は、うん、定食はテイクアウトすると味噌汁がつかない、豚汁ね、がつかないんだけど、もともと、丼は豚汁がつかないんですよ。だから僕は、カツ屋では、丼のテイクアウトいつもするわけですね。うん。動画撮る時のためはね、うん。まあ、松田屋もお店の中でさ、まあ、取りゃいいんじゃないのって話もあって、うん、話したっけ、チェーン店の時は、その、店内で飲食の動画を撮る時には、チェーン店と、一般の店舗では作法が異なります。うん。一般の店舗ではですね、すいません、動画撮らせてもらってもいいですかって店主にお願いして撮るんですよ。そしてチェーン店の時はいきなり取り出して注意されたらやめる。うん、これが作法なんですね。うん、それでなんでそうなるかっていうと、結局チェーン店の場合、お店の人にですね、そういうことをね、動画撮っていいかどうかの決める裁量がないんですよ。うん、裁量がないんで、聞かれちゃうと困っちゃうんですよ。で、ダメだって言うと、結局実際はどんなチェーン店でも山のように店内動画上がってるじゃないですか。うん、だからダメとも言いづらいけど、いいとも言えないし、で、うん、困っちゃうんですよ、聞かれると。うんうん、なんで、その店員の知らないところで勝手に撮りましたって形にしてほしいんですよ。うん、だからね、
聞いちゃダメなんですよ。あの吉野家でも何でも、あの店内で撮影したい時には黙って撮って、それじゃ注意されたらやめる、うん、これが正しいやり方なんですけど、うん、で個人商店の場合には撮ってもいいですかって聞いて撮ると、うん、これは作法ですね、うん、うん、だから、うん、まあラーメン二郎なんかだとあれはチェーン店のようで個人商店ですから、店主に聞くんですよ、うん、で、うん、店主に聞くんですね。でもジャングルアレジの時にはあれは完全にチェーン店なので黙って取るみたいななんかそういうルールらしいんですけど、もうめんどくさいんで、うん、取らないことにしました、もう基本的にだから松の家で取るんであれば勝手に取って、まあまあ勝手にアップロードしちゃうみたいな感じですね、うん、ただ一番なんかはものすごく規制が厳しくて、なんか事前申請してどのこうのやってくれとかうるさいんで、めんどくさいんで取らないみたいな、うん、で、勝手に食いに行って、で、勝手に食って、で、店内のところは一切映さないで、ここで別のものを食いながら悪口を言うと。まあ、こういう感じになるわけですね。うん。めんどくせえんだよ、外で撮るのさ。毎日撮ってる人とか、ほんとね。まあ、別に、うん。店員さんに一言撮っていいですかって言って、あ、どうぞーって言われて、まあ、それで撮りゃいいんだけどな。うん。断る店ってほとんどないって言ってたね、うん、撮影。ただなんか、どうぞほら他のお客さん映さないでくださいねとか、注文の中はダメですよとか、注文つけるお店はあるらしいけど、自分が食っている料理と自分の顔ところだけって言うと、断る店ってほぼないって言ってましたね、うん、うん、なんかだから取りゃいいんだろうけどね、うん、あんまうまくねえな、このやっぱ大阪王将は。いや、この前食った、あれも美味しくなかった、餃子もね。やっぱダメだな、大阪王将な。これも美味しくない。うん。ニラまんじゅう。うん。大阪王将って最近全然食いに行ったことないけど、美味しいって印象ないんだよね。うん。なんか普通の王将と味は似てるっていう話だけどね。うん。冷凍食品の餃子はね、ちょっと美味しかったけどね。あと買ってきたのこれか。イカ磯辺フライってなって買ってきたんです。これ165円ね。半額でね。うん。うん。これはどんなん？あ、イカに磯辺焼けになって、あ、やる。やる。つまんない。うん。以上ですね。で、これはなんだ？これは、うん。ちくわの天ぷら、普通のちくわの天ぷらですね。うん。のぞけますみたいな。うん。うん、牛丼はどこかな。牛丼はやっぱり俺は別にどこでもいいけど、やっぱ松屋が好きなの。俺結局ね、松屋系が好きなんですよね。なぜか味噌汁がタダだからみたいな。うんうん、基本的に俺は松屋系が好きですね。うん、松屋美味しいですからね。うん、でも松屋の動画は撮らないんで。これ松屋の動画って撮ったことないもんね、一本もね。うん。テイクアウトも含めてね。うん。いつもお店で普通に食って出てくるんだ、みたいなね。うん。うん。そういえば先日ね、なんかね、某、お店の名前出さないけど、某お店行ったらね、なんか、すごい、混んでんのよ。混んでるお店で、まあお昼時ぴったりに行ったんだけど、混んでて、で普通一人の客はカウンターみたいなところに通されるんだけど、なぜか俺一人さ行ったらさ、店の奥の方のさ、なんか個室みたいな薄に通されてさ、うん、で一人でそこで食ってたんだけどさ、うん、なんであそこ通したのかなと思うけど、多分撮影すると思ってたんだからね。俺のこと知ってて、
取らないんだ俺は。外で飯食うときは基本的に、うん、めったに取らないんだよね。取ることもあるけどね、何本か出してるけどね、基本的に俺外食多いんだけど今。特にほらこれ肩骨折してさ、調理とかできないからすごい外食多いんだけど、基本的に取らないんだよね俺はね。うん、だからなんか、あれ YouTuber のなんとかじゃねえのとか言って、あ、動画撮るんだろうなきっとって言って気を利かしてくれなかった、気を利かしてくれてそこに通してくれたのかもしれないけど、撮らないんですよね基本的にね。うん、もうちょっと撮ろうか。外食、あの外でご飯食べてるお店紹介動画って再生数自体は結構伸びるんだよね。どうしようかな。じゃこ天と行こう。じゃこ天と行こう。あとあの顔出しで飲食系の動画やってる方、あの登録者数関係なくお気軽にコラボ申し込みしてもらえば、そろそろね飲食系のコラボは再開したいなとは思ってるんでね。そろそろじゃこ天考えるかなんか。でもまだちょっとな、痛いんだよな肩が。まだ痛いんだぜ肩。なんかずっと気になってるんだよね。まあ、痛いね本当に。まあしょうがないよね。うん、ということで、これは汁が漏れないように注意しながらしっかり冷蔵庫にしまわないとな。これひっくり返し、これ冷蔵庫の中でひっくり返したらこれ事故だぜ。あのこれ柚子風味だからさ、冷蔵庫の中が全部柚子になってしまってさ、もう夏至の柚子湯の時期はとっくに終わったのにさ、家の中が全部柚子になってしまうということでございましてさ、以上です。どうもすみませんでした。失礼します。